はい、ちょっと近藤先生に失われた10年の検証チームで農業のことを聞いていきたいと思います。はい、先生、この10年間で何が問題だったのかちょっと教えてください。はい、当時の野党自民党は個別所得保障制度をばらまきだばらまきだと言い続けて、そしてお米だけだというふうなことを言い続けていたんですけれども、はい、結果としてこの10年で基幹的な農業従事者は170万人から120万人まで50万人も減ってしまったということがまず1点として挙げられます。そして当時の個別所得保障制度の中でもお米以外もちゃんとやろうとしてたんですよね。はい、で小麦だ大豆だといったところもしっかりと私たちは手当てをしていたわけですし、はい、そして何よりも農業従事者の方が個別所得保障制度を復活してくれという声が圧倒的に多いというのが実際ではないかなというふうに思っています。そうですよね。私も広島産区にいた時代に非常にやっぱり評判のいい制度だったなっていうふうに後になってやっぱり思うんですけど、はい、その当時はやっぱりばらまきだみたいな感じですごい否定的に捉えられていたなっていうふうに気がするんですよね。はい、でここで一点ちょっと素朴な疑問なんですけれども、はい、やっぱりそれはばらまきではなくてちゃんと続けていれば農業従事者が減ることも今のようにはなっていなかったんじゃないかっていう形の検証というか、そういう仮説がをしているということでいいですか。そうですね。当時の自民党から民主党政権に変わった時にも農林水産省全体での予算の枠組みは増やしてないんですね。はい、はい、あくまでも農林水産省の予算の枠内でやろうとしていました。でそこで実際には私たちは土地改良の部分を持ってきたわけです。はい、で自民党とすれば土地改良が最大の評伝でありますので、それこそ田んぼ評伝なんですよね。で彼らはそれを削られたのを怒ってたわけです。でただ実際には、はい、私の地方石川県もそうですが、はい、土地改良はした、広くなったはいいけれども、結果として、便利になったかのようでありながら機械は大型化しなきゃいけないし、はい、そしてその上でも辞めてる人がいるわけですよね。はい、はい、これは本当に大きな失敗だと思いますし、失われた10年失われた地方、はい、農政だというふうに思ってます。そうですよね。わかりやすくありがとうございました。はい、じゃあ予算委員会も頑張ってください。はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。